よ。あー、32キレー。あー、ビクロイだー。誰が認めんだこれ。脳幹とか脳幹脳幹脳幹でしょこれ。当たり前でしょ。さすがだろ、さすが世界一位だろ。もう32キルした男だな。まあ BSO でソロキル数日本一だから、僕日本一じゃねえや、世界一の男と呼んでくれ。ミラノ州頼まい、世界一位やから敬意を表しなさい。スナイプ勢も、いや世界来て思うけど、やっぱ視野は広がるよね。やっぱ世界に来てもらうと分かるけど、やっぱ視野は広がりますね。今まで見れなかった、なんていうのかな、まあ最高キル19キルだったんですけども、まあ32キルした瞬間やっぱりちょっと世界観変わって、フォートナイターとしてのちょっと自覚を持ちつつ、まあ楽しいフォートナイターとしてね頑張ってるんですけど、こういう風に世界一になるとポーションも出てきちゃうから。なんだこれ、あれ鳥か、なんだ、もう世界一だから。あ、何君、はい、オライ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 、ストップです、ストップです、はい回れ、右前進、前進、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、ちょっと待って、全体止まれ、1、2、お動くな、おおお、世界一の高田が、あーまあポンポン捨てろ、ポンポン捨てろ、危ない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 、武器を捨てろ、世界一の高田が駆け引きに駆け引きをしている、危ない、お前もこうなりてえか、おい怖いか、怖いのか、怖くないの、あ、どっちだよ、怖い、怖いの、怖いね、じゃああなたにはこれをあげよう、三つつけて上まで上がって一気に降りてごらん、三つつけて3つつけて、はい、ジャンプ、まだよまだよまだよ、はいはい、外して、さよなら素晴らしいではないか。今世界一はそんな状態じゃない、2人に囲まれているんだ。うるせえ、やからがいいな。世界一のスナイパー、アメリカンスナイパー、ダメだ、うるせえやついんな、何人も。何やこいつ、え、別人、いや今のだな、なんかやばいな、ゴースティングマジ多いな、殺してくるやつ。そういうこと、これが世界一のスナイパー、みんな見た、ヘッショ375ってこと、そういうこと、これがみんな世界に世界一になったら分かることだね、まあ、世界一になって分かる一つのことだね、そういうこと、もう世界一になったらこれぐらいみんなもう挨拶代わりですね、これはね、世界一危険ですね、世界一だからできたこと、今のは今までの自分だったらそこは乗り越えられない壁だったんですけども、今世界一になったことによってできたスナイピーですね、はい、アメリカンスナイパーは2キロぐらい先の人を銃撃したんですけど、僕は100キロぐらいまではいけますね、はい、日本の下平平下平平って知らないんだよな、ペンチムさんが言ってた、そのヤッハーをみんな息してる、
ジャディカビッチのシモンヘイヘイって言ってんじゃん。あれなんかスナイパーのなんか兵隊さんの話なんでしょ。でなんかこの間ねダルビッシュさんと一緒にゲームやった時にその炭酸結構飲み進んでますみたいな、でも最近ちょっと甘いの控えてるんですよねって言って言っただけなのにさ、炭酸ジュース24本がさまたサンダースぐらい来てさ、もうやばいんだよ、もう飲んでも飲んでも炭酸が減っていかないんだよ。本当にさ、本当にさやばいよな、もう動画にしようかな本当に。おい、ターニメーター出てるんじゃないこれ。ででやあマグマに入ってみよう。ターニメーターになれるのか。ででアンリーブラででであ、すいません、あのさロボットがさ沈んで消えるところやりたかった子が入れないかーい。これ何これなんだこれ、ふざけんな本当に。いや思い描いたこのあれが違うなこれな。中に入ってさアウェイブラックってやりたかったのに全然できないよこれすいませんおお結局死ぬんかい結局死んでしまうんだけども何をしてるんだ一体フォートナイターよ技術点が高かったけどな本当。もうすごいこの辺の若干変わってんな、家が新しくなってる。ゴー、わーやばやばっ、待ってこれさ、もうねえちょっとこれ思った、ちょっとさねえなんでこれさ設定してないのこの L1 はどこに行ってしまったの煙突さん、なにこれ、このゲームマジで腹立つわ。世界1位だから、世界1位はあの結構あ何あのやっちゃうんだよ。ちょっと俺もうちょっとダメだ、このスキンで負けてる気がする、ちょっとエンジョイ勢みたいな感じでちょっと攻めていい、今回これにするわ、これだったら勝てんだら確実に。コブラを背負ってね、これはもう猛毒だよ、もう一撃だからかぶってやるからもう全部もう神経いかれるわ、これが大事です。負け犬の遠吠え、まあ世界僕一回見たから、まあ、世界一になった人が言うならいいけどさ、まあ大半の人はまあその優勝もあんまりしてない、まあ僕より下、まあキル数も僕より下で、フォートナイトプレイも僕より下の中で、たった1試合で僕に勝って僕が死んでウェーって言ってるのは本当になんていうのかな、情けないっていう感じかな、うん、情けないかなっていう感じかな、まあ、世界1位も取って日本1位も取ってね、物を言ってくる者には対してはまあそうですねって感じですけども、まあそこら辺のなんていうのかな、なようわからんあれでしょ、怠慢とかして勝った俺が強い、俺の方が強いとか言ってるねプレイヤーですから、まあ、そこは多めに見てあげましょうって感じですかね、うん。